体重計体重計は質量計の一種であり体重を測定する計量器である。家庭用の体重計はヘルスメーターとも言う。体重計が測定する体重の指導は体の重量ではなく体の質量グラムを表す。家庭用体重計の多くで採用されているバネバカリ式では人体の質量が重力によって バネに及ぼす圧縮力とバネの伸び縮みが比例するフックの法則を応用して、この圧縮力を質量に変換することで体重の値を表示する。1970年代頃まで使われていた入試用の体重計体重計は通常その上に立って乗ることによって体重を計測する仕様になっている。しかし疾病などで通常の体重計に乗れない場合は、 特殊な体重計を使用する場合もあるし、子供の場合は、大人が子供を抱きかかえて、体重計に乗った後で、大人の体重を差し引くという方法を使う場合もある。なお、特に子供の場合、体重に応じて使用する薬剤の量や、湯液の量を調節せねばならないために、投薬や湯液が必要な場合、体重計を使って、体重を調べる必要が出てくる。 ちなみに、母乳で保育している、新生児の場合、どれだけの母乳を飲んだかを知るために、授乳前と授乳後で、それぞれ体重を測るといったことが行われる場合も、ある。また、学校や職場の健康診断では、業務用の体重計や、水平型の体重計を使用しているところが多い。 銭湯や旅館などの大浴場でも、業務用や水平型の体重計を使っているところが多い。2000年代以降は、体重を計測すると同時に、体脂肪率や BMI を測れるものが登場した。試合前に計量を行うミルコクロコップ検診、公的な記録の作成、証明などに使用されるものは、計量法により特定計量器として、 都道府県または軽量特定士が実施する2年に1回の定期検査を受験することを要し、またそれらは検定商員または基準適合証員が付されているものでなければならない。家庭用体重計には技術基準に適合して製作されていることを示す。家庭用計量器の正マークが表示されているが、検定商員や基準適合証員は付されておらず、 定期検査の対象とはならない。ただし、当然に、取引や証明にかかる行為には使用できない。しかし、家庭用計量器においても、デジタル式のものが流通するにつれ、バネ式指示測り、等の機械式は、仮よりも、精密であると認識されてしまい、取引や、証明、とりわけ証明の分野で使用されていることが多い。 これは明確に計量法に違反する行為であり、計量行政機関による指導、取り締まりを要する状況が広がっているが、経済産業省周辺では家庭用計量機というカテゴリーそのものを見直す動きも進んでいる。地球上では地球の時点による遠心力が働くため、赤道に近いほど重力加速度は小さくなる。日本国内では北と南で、 1> 約1、800の重力差があり、これを補正するため、100g 単位の精度で計測できる体重計では、12地域にわたる地域設定機能を備えたものが多い。また、地域設定機能がない場合でも、北海道用、沖縄用、本土用の3種類の体重計があらかじめ用意されている。国際宇宙ステーションは無重力のため、 地球で一般的に使われている体重計は使えない。そのため国際宇宙ステーションでは縮めたバネが押し返される時の勢いを体重に換算して計測している。効果を投入して利用する有料体重計はサービスを提供する自動販売機の早々機から存在する。日本で最初に導入された自動販売機も体重計であり、 1876年7月頃から上野恩賜公園内に設置されていたものと考えられている。Wii Fit Plus、世界で一番売れている体重計バランス Wii ボード。ありがとうございます。